大地さん、お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。なんか大地さんのしゃぶしゃぶ店に、あの有名な岩隈元選手が来られてて、今コーチですかね。そうですね、マリナーズ、元マリナーズの選手で、今はマリナーズのコーチ。おお、すごいですね、日本人でね、コーチしてるね。そうですね。で、あのお連れの方と今日、あのコーチになられてからは初めてですかね、うん、来られましたね。現役の時ラーメン屋とか来られてましたっけね、大地さんの。ラーメン屋はね、結構行かれてて、奥さんが、うん、あのちょいちょいしゃぶしゃぶに来られてた時なんかは、あ、今日一人でラーメン行ったみたいですよとかって言って、あ、うん、あの一人でもラーメン屋の方には行ってもらってたみたいで、よく来てもらって、今回もあの久しぶりに来ていただいて、うん、ちょっとやっぱりなんか現役引退されて細くなった感じでしたね。あ、いいですね。太るんじゃなくて細くなっていいですね。そうですね、太りますよね、大体ね。なんか細くなって、でも相変わらずあの岩隈選手で、あの優しい感じの人でしたね。うん、岩隈選手、周りのお客さんも気づいて、うん、あのお帰りしないにあの頑張ってくださいとかって言ってる人もいましたけど、あ、どうもとかみたいな感じで。身長テレビだとあまり分かんないけど、190センチもあるんですね。190センチもあるんじゃないですか。すごいですね。うん、でかいですよ。あ、いいな。野球もうまくてでかくて。菊池選手もちょいちょい来てくれますし。うん、大地さんのところのしゃぶしゃぶラーメン屋も、ね、マリナーズの先生ご用達ですもんね。そうですね、ちょい。イチロー選手もあのラーメン屋の方には3回来てもらったんですかね。はい、おお、素晴らしい。最初の時1週間2回来ましたもんね。うん、びっくりしました。イチローが1週間で2回行くんですよ。あのイチローがですよね。あのイチローがですよ。予約しないラーメン店が予約取りましたもん。多分今までで、その時が最初で初めてじゃないですか、イチロー選手予約が。あ、ラーメン店なんで予約取らないですけどね。うん、その時はさすがに取りましたけど。でも僕たちがシアトル行った時、しゃぶしゃぶ屋は行ってね、いっぱい食べさせてもらいましたけど、ラーメン屋行ってないですね、それはね。あ、そうだ。で次回あの味噌ラーメンとかスパイシー味噌とか担々麺とかこってり系ですけど。ああ、こってり系いいですね。いや、ラスベガスの時はほらね、お店行ったけどみんなね。ああ、そうですね、ラーメン店。ああ、そうでしたね。はい、マッサージとか行きましたよね。ああ、行きましたね。チップで揉めて。いやー、そんなことも今はもう不自由になってしまってね。そうですね、もうアメリカもっといけるのかな、ね、まだまだ日本、アメリカは まだちょっと緩いみたいですけど、日本なんかも帰ったら強制隔離ですもんね。うん、なるね。まだまだなんか終わりを見せないというか、インドも今ひどいみたいですもんね、コロナ。ねえ、インドはね、どうしたと思うの、急に。ねえ、次から強いらしいですね、コロナ菌が。新種が出てるでしょ、インドのね。じゃあ、ワクチン、またこれ、また新しいの考えないとダメですよね。ああ、どうなっちゃうの。え、なんか、アメリカのシアトルで、ヒッピーというか、なんかちょっと不老者問題が増加してるっていうふうに聞いたんですけど。ホームレス、シアトルは、まあ、その、州知事さんがやっぱり、ホームレスにはやっぱり優しい人なんですよね。何もするなっていう感じで捕まえるなって言うんですよ。おお。だから、トラックとかしてても、特に警察とかも捕まえないらしいんですよね。うん、でたまにシアトルのダウンタウンとか車で走ることあるんですけども、もう歩道を完全にホームレスのテントがもうあのテントを立ててしまってですね、そこを何て言うんですか、歩道を通れなくしてしまってるんですよ。おお。で、それでももう放置ですよね。うん、なるほどね。あとなんかね、噂で聞いたのが、誰かが友達が言ってたんですかね、隣のオレゴン州なんですけど、ホームレスにオレゴンからシアトルのバスの片道のタダ券かなんかあげてるらしいんですよ。要はシアトルにホームレスを行かしてるわけですよね。あっちの方が幸せですよみたいな感じでホームレスを送ってきてシアトルに、うん、シアトルのホームレス率がどん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 増えて、どうしちゃったんですかね。やっぱりホームレスが増えるとですね、人間なんでその代をするわけじゃないですか、ショーも、うん、ご飯を食べるわけですからね。それがやっぱりもうどん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 その辺にも のぐそだらけなわけじゃないですか。だからやっぱり周りがもうどん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 ひどくなってくるし、汚くなってきますもんね。うん、なるほどね。シアトルだんだん運転してたら汚いですよ、結構もう。あ、なるほど。ホームレスだらけですよね。結構もともと2019年の7月頃からホームレス問題があって、でもなんか撤去とか書いてありますね、一回。なんかね、もう場所が変わったっていうだけで、 あっちからこっちに変わったっていうだけであって、何も減った感は一切しないですね。なるほどね。うん、場所が移動したっていうだけで、結局なんかその州知事さんが捕まえたりしないみたいなんで、減る理由がないっていう感じ。なるほどですか。うん、むしろなんか逆に増えていってるらしいですよ。ああ、今ね。うん、はい。この前たまたまね、昔
あれですか、あのお店に刑事が食べに来たんですよ。おなんか そんな話、ホームレスの話になって、うん、一回なんかその女のホームレスがなんか結局住むとこなくって、男のホームレスに一回やらしてあげるからそこで住ましてくれみたいな話になってすごいですね。で そこの男3人に一回ずつやらして、うん、で結局そんな話はないみたいな話になって、でもボコボコにされて捨てられてとかして、その犯人を今探してるとかっていう刑事が頼んでましたね。それね、それひどいですね。怖いですよ、ちょっと。なんかね、その辺に住んでるアジア人のなんかを探してるとかって言ってきてて、うん、そんなことになって、そのホームレス問題の話になって、うん、ホームレスシアトル結構深刻な問題で、そういうふうに女のホームレスも男のホームレスに被害を受けたりとかね、うん、まあ、言うたらレイプですよね。ね、うん、まあ、ホームレス同士なんですけども、そんな問題もありますし、うん、やっぱりもう街が汚いですよ、もうホームレスのとこあそこ通ると。あ、純粋にね、もう。で、僕たちも通ったことがある場所ですか、それは。いや、もう全然もう普通に通ってるあの辺の街中ですよ。あ、あれが変わっちゃったんですね、逆に言うと。これそうです、まあ、今結構西アトルのダウンタウンなんか、あの、何、うん、ですか、テロがあったりとか、暴動とか一時期あったので、店が板張りの状態のまんまなんですよね、結構。今も全然なんかイメージわからないですね。今もまだまだそうなんですよ。まだまだ半分以上そんな感じですよ。へえ。でなんか落書きされたりとかして、だからイメージで言えばあの昔のシアトルより北斗の拳の方が近いイメージですよ。テイクロスみたいな感じよね。そんなイメージの方がね、うん、であのチャイナタウンではそのアジア人がまた日本人もなんかボコボコされたりしたでしょ、意味もなく、うん、チャイナタウンなんかも結構そうやって板張りの店ばっかりですよ、まだ。マジですか。全然復活してないですよ。まだそんな感じなんで、まあ、僕らのところは住宅地なんでね、そういう心配はないんですけど、ロサンゼルスもそうですけど、ダウンタウンは結構なかなかまだ厳しいみたいですね。